大小点を使ってまだ中も使わないですので、ちょっとローテーションに厳しいかなという感じがするんですよね。あと私印打たなかったんですけども、はい、持ちタイムとかそういうものからだけ見ますと、ちょっと気になるのがこのサバナマティーニ、はい、ちょっと後ろからやってかっこいいので今一つぶっとくるというイメージはないんですけど、これは皆さんどうでしょう。サバナマティーニ、サバナマティーニ気になるという方いらっしゃいますか。いらっしゃいますね。ありがとうございます。では見ていただきました。こういうような感じなんですけれども、ただ必ずしも逃げばかりが唯一というわけではないですね。実は昨日一昨日と、はい、テレビを通じてこの川崎競馬ずっと家で見ておりました。意外に外からの直線の差しが決まるというのが今回のなんかパターンのような気がするんですね、はい、ですからそういう意味では、まあ、マズルブラストであったりその他、名村王道であったりですね、差し足発揮というケースもあるのではないかという気もいたしますね。ぜひ皆さんもその予想を参考に、ぜひね、ぜひよく使っていただいて、ぜひ美味しい夕食を召し上がっていただきたいと思います。そうですね。ぜひ勝ち馬馬券を手にしていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。スペシャルゲストは、北野ちゃんでした。ありがとうございました。今、僕たちも気づかないように見つかねえやが強いですよね。これ、2つ向こうの方まで走っていくと思います。そうです。さあ、歌は始まりましたが、なんかぜひ参考に。